はい、すいません、今もまたね、生徒さんが来ましたんで、簡単に言うとね、成績が悪い人間、斉藤君は成績悪いけどさ、いつもみんな明るくしてるよねとか、人がいっぱい集まってくるからさ、社会出たら偉くなるよとかさ、相手が喜ぶようなことを言わなきゃいけないんだよ。で、それを言えない先生だったんだよ。簡単に言うと未熟なんだよ、非常に。そうするとこの人は未熟なのによく頑張ってたと、よくこれで先生務まったなとか、わかるかいろんな自分が傷ついたとこ行って、そのオセロみたいのをひっくり返してくるんだよ。くるっくるっとね。そうすると、それが現在まで至ると、簡単に言うと過去は変えられるんだよ。だけど未来が変えられないんだよ。それを知らない人は、過去は変えられないけど未来はどうにでもなるってならないんだよ。なぜかというと不幸癖のついてるやつは今日も明日も不幸癖があるんだよ。それを過去に戻ってこうひっくり返すんだよ。で、俺たちは一回過去はどうにでもなるっていうのは思い出しか残ってないんだよ。思い出ってのはそこ行ってその思い出を変えちゃえばいいんだよ。わかるかい？で、俺たち歴史上の人物じゃないんだから、そんなに詳しく歴史に載ってるわけじゃないから、自分で変えてくればいいんだよ。で、例え話なんだけど、俺同級生に会うたびに、俺も生徒会長でさ、大変だったよってずっと言ってたの。で、何十年も言ってたら、この前友達に会った時、お前生徒会長だったもんなって言われたよ。だからわかんないんだよな。だからいろんな、ほら、過去にさ、小学校の時こんな失敗したとかおねしょ漏らしたとかいろんなもんがあると思うんだよ。な？だけど、事実上誰も覚えてねえんだよな。自分の中に覚えてるんだよなって。わかるかい？だけど、いじめられてた記憶もあるだろうけど、いじめなかったんだよな。だってその子より弱い子がいたかもわかんないんだよな。だけど、ね、その子はいじめなかったんだよな。だから優しい子なんだよ。俺って優しいから今があるんだな。一個一個ひっくり返すんだよな。みっちゃん先生が1500人ぐらいのとこで乾杯やった時上がっちゃってたから、コップ持たずに乾杯やっちゃったんだよ。で、その時のことを思うと顔から血が出るほど恥ずかしいって言うから、みっちゃんそれやめなって。どうせ言うなら、腹よじれるほどおかしいって言ってごらん。その時のことを、そうすると、それって楽しい思い出になるんだよ。わかるかな？だから、そこへ行ってくるっくるって自分探しの旅行った時、自分がマイナスになってしまったのは何だろうって、いくつもないんだよ。で、その経験をくるっ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 とひっくり返すと、これから先は今起きてることでもどうにでもなるんだよ。OK、OK。で、自分のいいところ、要するに嫌なことですらいいところに変えられるとどうなるかっていうと、自分のいいとこを発見できるようになるんだよ、今度。わかるかな？例えば、こう生きてる、なんていうのかな。人はスタイルが良くて、この前来たなんかモデルさんになりたいっていう子は、モデルにはなんか3センチぐらい足んなくて、それから、なんか、バラエティ行くのには明るさが足んなくてとかいろんなこと言ってたんだよね。それって、あんたが人の基準に合わせたときそうなるんだよね。わかるかい？自分って、かけがえのないすごいものなんだ。神が作った。だから、ここに来てる奥ちゃんっていうのが、ずんぐりむっくりしてるじゃん。だけど、子、介護向きなんだよ。形が。下からこう、年寄り支えたり。だから、そういう目で見ると最高なんだよ。だから、ユリの花はね、ダリアに憧れないんだよ。わかるかい？桜の花はね、ハスの花に憧れたりしないんだよ。みんな天然に一生懸命咲くんだよな。と、どっかで勝手な人間だけがこういうのが基準でとかって言ったとき、わかるかい？背が高くてこういうのが良くて、それってモデルさんになるときの話だよね。介護向きじゃないよね。わかるかい？だから人間ってそれにぴったり向いてるんで、だからタンポポはタンポポとして咲けばいいんだよな。わかるかい？それが自分にできるようになったとき、自分って介護向きでこう最高の仕事だなとかな。
自分はものすごい暗いから葬儀屋向きだなとか、いやいや、いや、そうあるんだと思うんだよ。わかるかい？で、それを自分って最高だなって思った時に最高がわかるようになってくると、今度人に対しても、わかる？その人が気がつかないようなことでも、あんたこうだよって言ってあげたり、ここ最高じゃって言えるようになるんだよ。わかるかい？だって、自分のいいとこも発見できないような人は、人のいいとこなんか発見できないんだよ。わかるかい？で、自分の暗いことだとか、自分のことば、変なことばっかし言ってる人って、人を褒めろったって無理なんだよ。だって、素晴らしいことを発見する能力がないんだよ。わかるかい？だから、それが人間にもできるようになると、人を褒められるんだよ。あ、どういうから、信仰やっていいよね、とか。信仰屋に言うと信仰屋を褒められるんだよ。地元の人も喜ぶし、土地の神様も喜ぶんだよ。わかるかい？よく東京食った、私東京ってダメなんですとか、人混みが多くてとか、な？空気悪くてとかって言うんだよ。そういうこと言っちゃいけないんだよ。ここ住んでる人がいるんだから。わかるかい？東京中敵に回すぞって。それよりも東京っていいですよね。手上げでタクシー止まるしさ。それから世界中の料理食えるし、24時間やってるんだよ。で、こういうとこって最高ですよって言えるような人っていうのは、なんていうの、鹿児島に住んでようが、宮崎に住んでようが、そこを褒められるんだよ。わかるかい？東京のけなしてる人は地元を褒めてるかと、そうじゃね、何にもないんですよとか、こらえは。発想は同じなんだよ。だから歌と同じで一曲下手なやつはみんな下手なんだよな。それと同じで東京を褒められないやつが千葉を褒められるわけがないんだよな。で、これを東京も褒められ、東京のいいとこも探せられる。ね？新興屋のいいとこも探せられるようになってきたとき、この不況でも不況だって言いながら何かいいことが必ずあるぞって探せられるんだよ。わかるかい？だから自分探しの旅行ってオセロゲームみたくひっくり返してこれれば自分の良さも探せられる、人の良さも探せられる、新小岩の良さも探せられる。俺みたいなのがニューヨーク行けばニューヨークいいねっつってニューヨークの良さを探せられるんだよな。だからみんなが不況になって嫌になっちゃうっつって不況は不況でいいとこが必ずあるんだって。コインだって裏と表が必ずあるんだよ。裏だけのコインとか表だけのコインってないんだよ。必ずいいことがあるんだよ。だからそのいいとこをこうやって探せるためには、あなたが探せられないのは、あなたがあなただと思ってる偽物があなたではダメなんだよ。本当はそういう人じゃないんだよ。なぜかっていうと、俺たちは、神様の分け御霊というのをもらってんだけど、本来神が人間を作った時には、肯定的に作ってあるんだよ。本来否定的じゃないんだよ。否定的じゃなくて肯定的だから人類は永遠と発展してるんだよ。わかるかな？じゃなかったら発展っていうのがないんだよ。だけど、人っていうのは、魂の時代で話が逸れちゃうかわかんないんだけど、いろんなこう、道具を使うのは、まあ、猿でもこんな石ぐらいはこう使うんだけど、こんなのみ作ったり、金作ったりさ、いろんなものを作るのは人間だけなんだよ。だけど、鉄砲も作ったけど、軍隊も作ったんだよな。で、これも人間しかいないんだよ。だから人間って愛に目覚めないととんでもないこと始めるんだよ。ね？それって何ですかって言うと、みんながいいとこいいとこ探すようになれば、人間ってこんなバカなことしないんだよ。わかるかな？心の問題でもなんでも、みんなね、言っちゃ悪いけどね、ヒトラーでもなんでもどっかに歪みがあるんだよ。で、そのあなたが歪んだのはあなたの性格だと思ってくる。ちょっとふるさと、俺たちってのはよくいきなり前世療法とかやるやつがいるんだよ。前世まで行かなくていいから、今から俺たちは記憶として残ってるもんがあるんだよ。その記憶だけを辿ってった旅で十分変えられるんだよ。ね。で、俺たちに本当に影響してるのは今世いろんなことが起きてるから、なぜかというと、こういう親のもとへ生まれるのは前世大体何やってるか調べればわかるんだよ。だけど前世療法をやったってな、
なぜ水が怖いんでしょって、船が沈んだことがあるって、あるよ、大概。何代も生きてる中にはね、船だって沈むよ。だけど、そこまで遡るよりも、大概はね、親のこと、学校の先生のこと、運動会でペケだったこと、そんなくだらないことがあなたを消極的にさしてんだよなって。ね。それから近所の人が言ってることな。だいたい成功してない親とかの周りって、類友の法則ってそういうのしかいないんだよ。そうすると、それが世界のような気になっちゃうんだよ。でもみんながそういうことは考えてないよって言いたいの。だから、俺たちっていうのは、自分探しの旅に出る、自分が納得するまで何年かかってもいいから、あの時あれでよかったんだ。あの時のことを考えると笑っちゃうよね、とか。寺田さんっていうのが、酒蔵やってんだけど、小学校の先生になりたくて大学行ったんだけど、なんかこう、練習みたいなのあるらしいんだな、先生になる。真っ赤になって喋れないんだって。その小学校の生徒の前で。それで、それが自分にとっては、なんつうのか、負の遺産じゃないけど、大学まで行って、小学校の先生になりたかったんだけど、小学生の前で赤面しちゃって、一言も声が出なかったことが、すごく、心の負担だったらしいんだよな。で、寺田さんね、そのことをね、どういうふうに喋れなくなっちゃって、それをどうやって克服したか、それ話そうよって。そしたら喋れない人っていっぱいいるから、欠点ってね、欠点のままにしとくから欠点なんだよね。ひとたび乗り越えちゃうと宝になっちゃうんだよ。最初から話が上手かった人よりも、自分は上がっちゃってこういう状態だったんだけど、どうやって克服したのかっていうプロセスを話すとね、すごくそれっていい話なんだよな。それで、あとね、おねしょがやまんなかったらしいんだよな。で、おねしょがやまんなくて、なんていうの、修学旅行が行けなかったんだって。修学旅行行くとおねしょしちゃうから、もしそしたら大変だからって言うんで行けなかったんだけど、逆に言うと行かないから、あそこんちは金もあるのに行かないから、どうせおねしょでもするんだっていう噂が立っちゃって、自分はねしょんべん大統領とかってずっと言われててって言った時ね、寺田さんね、それみんなの前で言おうよって。なぜかって言うと、隠してるとものすごく重いもんになるからねって。そしたらね、なんかかな、みんなが集まった時、伊能忠敬だっけね、日本地図書いたみたいだっけ。あれがあそこら辺の人なんでね、佐原の人かな。伊能忠敬は日本地図書いてたけど、私は毎日世界地図を書いてたんです。で、言ってみんなを笑わしてた時ね、もうこの人からは心の傷が消えたなっていう。で、なまじね、会社の社長になっちゃったり、本まで出したりしてるとね、それってすごくね、欠点になっちゃうんだけど、どっかで自分が笑い飛ばせたり、自分はそういうことがあったから、そういう人の、おねしょしちゃう人の気持ちが分かったりね、人のことを傷つけなくなったり、だから自分が優しくなれたのは欠点があったからなんですって言った時、それって宝に変わるんだよな。だからどこでもいいから、そこへこう旅してさ、一つずつこう、あの時自分はこういうことがあったから、同じような人を見てもバカにしないし、それから話せなくて顔が真っ赤になっちゃってる人見ても、自分もその人の気持ちがわかるんだって。だからあのことで自分は優しくなれたし、もしね、最初からうまく話せるような人だったら、つっかえてるよ、見てね、だらしねえなと思っちゃうかもわかんないじゃん。だから人間ってさ、みんな一個ずついろんなものを持ってさ、行くんだよな。人間ってね、なんか悪いんだよ。頭が悪いとか、性格悪いとかな、歯並び悪いとか。
字が悪いとかな。なんか悪いんだよ。だから、そのなんか悪いのをさ、心が乗り越えて宝に変えてさ、一個一個な、オセロのように、一つずつ白いのに変えていけたら、俺は人が相談来てもその人をこうどうしたら変えてあげられるだろうかって思うんだよな。その人の持ってるものを、それ宝だぞって。そのまま心の中にしまっとくといつまでも暗くて辛いものだけどな。それを公開して俺はそれのおかげでこうなれたんだよ。そのおかげで思いやりのある人間になれたんだよ。俺もちっちゃい時から病気だけど病人のことわかるしな。それから、そのことでマルカンっていうのができたり。だから、嫌なことが、神がくれたら、レモンくれたらレモネードに変えるだけの知恵と勇気をずっと持たなきゃいけない。だから神は宝をくれないんだよ。宝に変えるべきものをくれるんだよ。でもそれは常に困難にそっくりなんだよ。梅のようなさ、酸っぱくて食えないものを日本人は塩漬けにして梅干しにしてな、保存食にしてなくてはならないものに変えたんだよ。ね。だから俺たちは神がくれるものって見るからに宝よりも一工夫して宝になるものが多いんだよな。だからオセロの黒をくれたらひっくり返す努力だけはしなきゃダメなんだよ。そしたら白ももらえるからな。それはいいんだよ。黒が影響するんだよ。いいことってね、いっぱいやんなきゃダメなんだよ。体にいいものったってな、朝鮮人参だろうが何だろうが、体が治るまでには相当量いるんだよ。いいものってな。ところがな、悪いものってな、毒薬ってのはな、耳かきいっぱいあると俺たち全員死ぬんだよ。あのぐらい効くものはないんだよ。だから人に毒のある言葉だとか、傷つける言葉って、ちょっとでもすごい効くよ。褒めるなんてのはな、褒め言葉なんか大して覚えてないし聞かないかもわかんないけど、人に言う悪口とかな、いじめとかってのはその人にどのぐらい心に傷つけるかって言うとな、だから俺たちは人を傷つけるんじゃなくて荷物をこう下ろしてあげたり、黒いと思ってるものを白に変えてあげたりする努力をしてると、人を傷つけるやつ嫌だよな。お前簡単に傷つけるけど、俺たちそれを直してあげるのにどのぐらいか、お前の一言を直すのに、俺たちは何年もかかるかわかんないんだよな。破壊ってな、すごいように思うんだよ。でもな、どんなに破壊しても建設の方が上なんだ。建設は手間暇かかるみたいなんだよ。関東大震災だろうが、ここら辺、全部東京はダメになったんだよ。それからな、爆撃でもダメになったんだよ。だから破壊は早いようだけどね、必ず人は何年かけても復興するんだよ。だから今全部ビルが建ち、東北の方でも建物が建ってんだよ。だから俺たちの努力は無駄のように思うけど無駄じゃないんだよ。一つ一つ振り返して、こう、ひっくり返す努力っていうのはな、悪いものをひっくり返す努力っていうのはな、人を脅かすのは早いけど、無意味だよな。建設的じゃないんだよ。だから俺たちがやらなきゃいけないことは、みんながふるさとへ帰る旅した時お手伝いして、お前こういうとこで使えてんだったらこういうふうにひっくり返したらどうだ、こう思ったらどうだっていうことをな、一人で旅するのも楽しいけどさ、例えば相棒みたいのがいるとかな、これが本になって出た時、この本が相棒になって、この本一冊持ちながら心の旅出てみるとかな、そうしたとき自分は運動会でペケだったよなとか、お母さんに試験が悪かったときがっかりされた顔したよなとか、そんなことだよな。ね。なんか言うたんびに、うちは金がないからダメなのよって言われたとかな、この成績じゃダメだとか言われたとかな、先生にこう言われたとか言われたとか、それを一つずつさ、そんなことないよって。ひとりさんなんかもっと成績悪かった。ね、それだって明るかったじゃないかって。全部変えてこうよって。おねしょしててんのも世界地図書いてたんだって、笑い飛ばそうよ。自分で言おうよっていう。これが、自分探しの旅だと思ってるの。
で、この自分探しの旅ってすごい楽しいし、意義があるし。で、この旅は、自分が旅して、人にも教えてあげられるっつうかな。ああ、最高の旅になると思います。はい、以上です。